こんにちは、前田和尚です。今日は禅宗の公案ということと真偽ということからも勉強していきたいと思います。早速ですけども、真偽、清いという字に規則の規という字ですけども、修行中のルールみたいなもんですね、みたいなもんという言い方もなんですけども、心を清く、みんなで規則を守って修行しましょうというための経典みたいなものですけども、まあ現実、禅に限らず、仏教には戒と律、戒律というものがあって、教団内で守るべきルールというのがありました。で、戒律は戒とまた律に分けることができて、両者の意味するところは同じではないということです。で、戒というのが道徳のようなもんですけれども、道徳なので多少間違う場合もあります。故意に間違う場合もあるし、あるいはうっかりして忘れる場合もあるし、いろいろですけども、その時は少し叱られて、気づかされて、これを直していけば、戒は大丈夫ですね。まあ、エチケットマナーみたいなもんですから、マナーは本当はこういうふうに挨拶するのよとか、こういうふうなものを持っていくのよとか、いう教えが一つずつそこで成立していくわけですけども。だけども、律に関しては、本当にみんなが守らないと困ってしまうような、いわゆる今で言うと法律っていうのがあります。信号はみんな赤だと止まります。黄色だと注意して進むなり止まるなりをします。あるいは青だと進みなさい。だけどもこれを、ああ、勘違いしましたと。青は進めじゃなくて止まりでした。まあ、止まってる分には、後ろから、早く行けって言われるんでしょうけども、赤なのに進んでしまったら大事故になってしまう。まあ、本当にそういう事故がね、ありますけどね。そのごとく、律はしっかりと守ってもらわないと、実は、教団から追放されることもあり得るぐらいの厳しい罰則規定があるのが律という教えですね。教えというか、守るべきことならですね。しかしながら、なぜかしら日本にはこの律がなかなか根付かない。いろいろな理由があるんでしょうけれども、その理由についてはよく存じ上げておりませんが、これは後に考えるべきことかなとも思っております。戒は存在するのだけども、律はないというのは今の日本の仏教教団だと思います。律という厳しい罰則のあるのに近いのが、実は真偽、清い、規律。これですね、真偽。真偽っていうのは、やっぱりルール規定です。どんなルール規定かというと、釈迦教っていうか釈迦仏教の時代からずっと仏教は伝わってきているけども、世界中に伝わっていく中で、日本は特にどちらかというと寒い国なので、まあ中国ももちろん寒いところもあったので、着物を着なきゃならない。そうすることによって、いろいろこう、動きに不便を感じたり、あるいは人のいない山の奥の方で修行するという。そうなりますと、どういうことが起きるかというと、食物を作らなきゃいけない。畑の仕事をしなきゃいけない。あるいは自分たちで大工仕事まではいかなくても修理をしなければならないとか、こういったことが起きてくる。よって、清浄仏教というか、古い仏教の修行方法とは異なる部分ができてくる。これが修行にとても不便というか、まあ共通ルールを持てばこそ、その山奥でも修行ができるようにしなきゃならないので、まず命を保たなきゃならないので、まあ五感の下というような言葉に残っているように、ルールはしっかり守りながらも、ちゃんと作られたものを大事にいただきましょうねとか、あるいは、仕事を、ルールを守って仕事しましょうねっていう、そういう清い心で、修行には妨げのならないような行為をして、規定されていたのが、真偽というルールですね。これが、重んじられた。だから、律というよりも、真偽ということをせざるを得ない環境の仏教が中国から日本に伝わってきて、日本でも同じように、四季がございますから、
夏はインドの修行法を取れるかもしれませんけども、まあ、冬は半分裸で座禅をするなどということもできないので、それなりの準備をして、それなりの着るもの、衣を準備して、座禅をするなり、ないし、山を登って生産活動をしながら、仕事をしながらやっていく。まあ、その仕事のことをサムと言いましたけれども、その日本では日本に合った、風土に合ったルールを作り出したのが、真理という教えです。先ほどサムという言葉も出ました。サムから生まれた修行というね。これは修行中は、午前中に宅発出て、在家の方から施しで食事を賄ったという修行方法から始まるんですが、しかしながら、宅発にも出れない、そういう山奥の禅寺で修行して暮らすことになると、宅発するのが難しくなる。だから、生産活動をしたと。そして、この生産活動のサムというのも修行の中ではとても大切な行なんですね。たくさんの修行僧がいると、よく働く人もいれば、まあ、悪い言い方すれば、サボってしまう人がいれば、あるいは、その他のことをしてしまうとかね、います。そのサムが、また、真理という戒律から行けば、命を摂取しちゃいけない。畑を仕事すると、ミミズを真っ二つに切ってしまう場合もあって、虫たちを傷つけて殺してしまうことがあるので、いけないと言うんですが、そのことをいいことに、いいことっていう言い方、ごめんなさい、間違えました。その切断してしまったこの命は、右に命があるのか、左に命があるのかというふうに、みんな問答に変えてしまって、その生活の中に修行の重きを置いたというのも、このサムというルールができてからですね、臨済宗のカーナゼムという、そういう修行法に変わっていったという、まあ、進化していったというか、これが禅の面白いところであると思います。で、公案というのは今言った通りに、公案はさっき言った自然の働きの中から、サムの中から、いろんなお坊さんの資格を取るためにね、臨済師さんは特に10問の、あるいは10問以上の公案、クエスチョン問題が出るわけです。それを10年とか15年かけて10問から15問の問題を解いて師匠に向かって答えが合っているかどうかを確かめて修行の度合いを測ってですね、悟りになってきたのかどうかを試験するのが臨済師さんの修行のあり方だなというふうに思っております。公案というのは公案の修行官ですか？この修行官、修行というのがどういうことをしていたのかというと、法案は臨済宗さんが特にあって、曹洞宗はたまにその問答があるんですが、特に重んじているのは臨済宗さんで、要するに修行観が違う。どういう修行観なのかといったら、最初から丸い円相が悟りの境地ですよ。修行の完成ですよ。という教えはあるものの、その丸に近づいていくために、今現在は自分の心は三角です。それを四角、五角、六角、円に近くなるように、公案を解いて、自分の心のレベルを上げていって、その円を目指して修行をするのが、臨済宗の教え。というか、臨済宗の修行観なんですね。したがって、公案の数をある程度クリアしていかなければ、法案を理解し、体得していくにも、また必然的に時間もかかるし、また時間をかけなければ、演奏になってきたということもなかなかわかりにくい。だけども、曹洞宗さんの今度は修行観を見てみますと、曹洞宗の修行観というのは、最初からまん丸なんだよ。悟りの境地とか、その世界観というのは、最初からまん丸なんだよ。みんなちゃんと調和されていて、この大宇宙、地球、そして人間も虫も樹木もみんな、円相によってみんな整っているからこそ命っていうものはこの世にあるんだというところからもう最初から真ん中にいるんだと。その真ん中に私たちはどっしりと座ってその真ん中を感じる修行観を身につけていきましょう。
というのが曹洞宗さんの修行観ですね。だから曹洞宗は一気に悟ることもあるんですね。また一気に悟ることを目指してとは言うものの、なかなかそうはいけません。いつ何時一気に来るかもわからない、そんな時をずっと一生過ごして90年生きました。しかしながら悟ることなく私は死んでいきましたなどという最後の詩を残してね、いる僧侶もたくさんいるんですが、だけどももうすでに私たちはもう悟りの中にいるんだということを感じることを、あるいは悟ることを目指して修行していくっていう修行観が曹洞宗のあり方です。まあ最初からまんまるだから、みんな安心してね、あ、こんな素晴らしいところに命をいただいて生きてるんだなというふうに考えればこそ、苦もなく楽もなく、どちらかというと楽の極まり、極楽っていう、そういう世界にいることを多分わかるんだろうなと思います。あとは、曹洞宗と違う部分で、臨済宗さんは角を限りなく円に近くしていく、円を体験するように徹底していくという曹洞宗。この円になる禅と、多角から円を目指す禅という大きな違いを今日はお話をして、禅宗と法案と真理の話をさせていただきました。ありがとうございました。